わかりました。はい、じゃあ冒険を続けましょうか。そうですね、はい、であとこのクロ、これが先ほどから出てるクロスフェーダーというやつですね、はい、なのでそれこそこうすると今この1チャンネルなんですけれども、うん、今こっちに切ってるので音が出ません、はい、で動かすと曲が終わっちゃったってことですね。どっか多分Q1人で、あ、Q してねえな。あ、じゃあ、ね、新しい曲に行きましょうか。じゃあこれで、はい、はい、ですね。じゃあこれで Q も一緒に。ミュージックスタート。あ、いいですね。でこれでこっちにすると出ませんと、うん、でこっちにしていただくと出ますよと、うん、でこの上にですねカーブとかもついてるんですね、うん、なのでこっちにしていただくと要はですね徐々にですね、うん、ボリュームが上がってくるという感じですかね、はいはいはい、うん、ただこっちにするといわゆる急に音が出るようになります。おー、いきなり、おっていう感じですかね。バシバシ来てますね、はい、うん、なのでそれこそあの、うん、これも実はですね縦フェーダーじゃないですけど結構軽いんですね、うん、重さが、うん、なのでそれこそスクラッチのパフォーマンスされる方とか、うん、でもあの全然十分もうこれで音出ますのでこういうっていうような技とかもできたりするようなフェーダーですね。なるほど、ちょっとキレを確認してみましょうか。はい、連続音、連続音があるといいな。ちょっと四つ打ちしか持ってきてないんだよね今日。まさにね、うん、連続音探し、これいいな。2人でできちゃうじゃんこれ。仲良く DJ ができちゃうっていう。ああ、今フォルダ、あ、これは連動してんだね。あ、そうか、今2人で触ってる感じですかね。2人同時プレイみたいな、はい、なんかあるかな。ちょっとしかも2人ともどんな曲か分からずにロードしてる。間違いない、一緒の曲です。あ、これいいよこれ。ちょっともうちょい メロディーがあるやつがいいな。シフト、ね、シフトどれ、これで回すんでしたっけ。あ、どこだったっけ、早送り。あ、これで切ってもらうと回しますね。これか、シフトか、これで、あーですね、もういいですね。すいません、こっちちょっと見てみます、うん、この良さそうなとこありますか。頭のこの部分って、あ、同じ曲です。同じ曲ですね。はい、まあまあまあ、バシバシ切れるということで、そうですね、あと1回ぐらいやってみるか、はい、うん、ダメだな。まあ、まあ、もう切ってみますか。という感じですね。そうですね、はい、バシバシ切れると、はい、うん、はい、まあ、SKC48 っていうスクラッチのイベントをやっておきながら、陽介監督はスクラッチはできません。はい、まあまあまあ、そういうことで、はい、でもこれはあの、まあ、スクラッチは、ま、全くできないというのは嘘ですけど、カーブは結構キレイ、結構キレイいいと思いますよこれ、はい、ね、うん、これぐらい切れてくれれば全然ありだと思いますね、うん、はい、またこの金属音が気持ちいいですね。そうそうですよ、このカン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 言うのが、はいはいはい、ですね、はい、あんまりあのちょっとあんま評論するとうるさがダメしてるの怒られるんで。そうですよ、お前に何が分かるの、分かんねんみたいな、あ、ちょっと特定しちゃった、はい、まあみたいな感じ、はい、まあ、ね、みたいな感じですね、はい、これがクロスフェーダーカーブ、これが2段階、そうです、切り替え可能になります。はい、ミックスするのか、いわゆる今みたいなパフォーマンスをするのかで、うん、あのこのスイッチ切り替えていただければという感じですね。そうですね、はい、はい、だからまあこれがミックス派、これがスクラッチ派、ね、そうですね、はい、はい、OK です。あとはまあ両サイドにこれフェーダースタートっていうのもあるんですけれども、うん、これちょっとまあマニアックな機能というかですね、うん、オンにしといていただくと、今どっちも曲止まってます、うん、ストップされてる状態ですね、うん、これ今ストップされてるんですけれども、フェーダースタートっていうのをオンにしていただくと、その言葉の通りで自動的にスタートします、うん、なのでこっちに切るとこっちが始まります。おで、これでもシンクとか押しとけば、はい、あ、そうです、でこっちをオンにしといてもらって、これで、でしかもですね自動的に9ポイントに戻ります。おわかりますかね、ここの動きがすごい、
かね。楽ちんじゃないですか、はい、これ。そうなんですよ。うん。うん、これはいいや。という機能ですかね。なるほど。もうこれもまあ、あの、お好みというか、プレイスタイルに合わせてオンオフ切り替えてもらえればという感じですかね。うん、なるほどですね。はい。うん、了解です。まあ別に普通は使わないけどね。そうですね、あんまりあれですね、うん、結構ついてる機能ではあるんですけどね。うん、これだ、多分世界のどっかの誰かが意地張ってるんでしょうね、これこれずっとついてるもんね、これついてる、昔からよくある機能ですね。うん、もしくはあとは、しっかり DJを入れてるようなイベントですと、やっぱりまあこれってやっぱりフェーダースタートってオフにしてるケース多いんですけど、うん、例えば飲食店とかでもう簡単に流してるだけっていうパターンだと、フェーダーパンって切り替えるともうすぐスタートするので、パンと切り替えてまたコーヒー入れに行って、そうそう、パンと切り替えてでサンドイッチ、そういうことで、またパンとやって焼きそば焼いてみる、そういうことです、そういう感じですよね、そういうことですね。